はい、ランクマッチやってますけど、アリゾナでね、ちょっと早めにやられてしまったので、帰ってくる間待ってるの暇なんで、せっかくですからニュルンベルクで行きましょう。負けてしまってもね、要するにこのニュルンベルクで勝てば、結果的に星を失わないで済むということなんで、でこの破片ですね、このマップ、結構戦い方難しいですけど、この右にある島を、右に出て敵艦隊に対してクロス射線を敷くか、このまま直進していくかっていうのは結構ね難しい問題ですね。ここは他の部隊が右に行きそうなんで、自分は左に展開していきましょう。大体 A 地点 B 地点この配置だと、A 地点は味方の巡洋艦とか駆逐艦が占領して、で、B 地点 C 地点は敵の艦隊が、行くといった感じのね、近いといった感じになるので、ただね、駆逐艦一隻で、A 取りに行って敵の巡洋艦と遭遇するなんていうこともあるので、駆逐艦はね注意が必要ですね。でガリソリが見えているので、打っていきますけど、遠距離ではね結構しっかりと、偏差していかないとダメですね。でも巡洋艦ね遠距離での砲戦が基本ですから、ただこのマッチがね戦艦が少ないので、結構積極的に巡洋艦も出れるかなと思いますね。戦艦の位置に注意が必要です。このティア隊の巡洋艦はね修理班とか持ってませんから、ダメージを食らえば食らうほど不利ですから、こうやってね、結構当たりますね。しかし、ニュルンベルクやっぱり長距離の砲撃戦やりやすいですね。連射力も速いですし、なかなかティア5の巡洋艦の中でも強力な巡洋艦かなと思いますね。で肝心の敵の戦艦は左から出てきそうですね。で B 地点交戦中になっているので、接近していきましょう。ニュルンベルクは強力なソナーを持ってますから、隠蔽が強化された駆逐艦でもこのソナーでね簡単に発見できてしまいますね。でペンサコーラが出てきましたね。結構巡洋艦でここ出てくるのは危険がありますけど、とにかく出てきたんでここは榴弾で撃っていきましょう。防火艦はねさすがに難しい。で駆逐艦が3隻揃った、だから出てきたのか、結構自信持って出てきてるんですけど、でゲーデンに対しても攻撃して、駆逐艦だったらねかなり、打撃を与えられますね、このニュルンベルクなら。で、ペンサコーラも、ペンサコーラ多いですね。でいい感じで味方の煙幕が、張ってくれているんで、これを利用して隠れて、じゃあこの反対側にいる敵の駆逐艦を排除していきましょうか。この距離ならもうねソナーが完全に捉えてますから、巡洋艦めちゃくちゃ有利ですね。魚雷を警戒しつつも、この角度なら大丈夫そうで、魚雷を吹雪打ってますね。この砲撃力なら敵の駆逐艦圧倒できますから、とにかくね、駆逐艦と巡洋艦は1対1交換だったら十分ねお釣り来ちゃいますから、味方の駆逐艦をね生き残らせつつ、で他にも駆逐艦がいる、これは仕留めていきたい。ただねニュルンベルクの問題点として、前方向にね撃てない、ちょっとね射界が悪いので、この前進しながらの砲撃ではねちょっと弱いですけど、一旦ね捉えてしまえば駆逐艦をね圧倒できますね。でちょっとこれは C 地点の巡洋艦からの砲撃が痛いので、面かじでそちらに防御性を取りつつ、ゲーでね撃っていきましょう。これでようやく全問射撃。結構ね、こういった感じで前進してからの砲撃はきついですけど、いい感じでこれ B 地点に、張り付いた駆逐艦を、攻撃できてますね。でゲーでは逃がしてしまいましたけど、じゃあニュルンベルクですね。いやー結構痛い。しょうがないんでこれは接近戦、ちょっとこれゲーでは逃がしてしまいましたけど、あれだけダメージ与えられたんで、いいかなと思います。でニュルンベルクに魚雷を打って、こちらももうやられそうですから AP で打っていきましょう。で防角抜いて、オッケーいやーこれはでかい。相手は魚雷見てちょっとひるんだんかな。榴弾持ってきてたようなんで、
まあ、うまく、まあ、不利状況から撃破できましたけど、まあ、今みたいな感じでね、結構全問射撃するには射撃するときにね防御性が危なくなってしまうので、まあ、その点ニュルンベルクは注意が必要ですね。近距離では、まあ、魚雷ありますけどね、不利な部分も大きい、うん、でゲーデからの魚雷はかわして、で相手の巡洋艦撃破で残りはもうゲーデだけですね。さあゲーデが出てますけど、これは航空スポットで俺が見つけてるのか。うん、味方が砲撃してくれてますね。まあ、消えたらソナーでも使おうかなと思いますけど、あ消えたか。うーん、じゃあそろそろソナーを使って、あ OK ですね。いやー今回はね、まあ、ニュルンベルクもちろん遠距離での砲戦も強いんですけど、まあ、しっかりと、まあ、戦艦が今回少なかったんでね、うまく戦艦の射線をかわしつつ、まあ、出るとこ出てやれたかなといった感じですね。はい、それではね今回はニュルンベルク、まあ、どんどんねやっていきましょう。ようやくランク7ですね。